精神科、精神科の治療治療、精神科の治療セルフケアについての患者教育は重要である。運動ヘルシーフードピラミッド睡眠衛生の確保精神科の治療は、精神疾患に関する医療であり、風は1996年に精神医療法10の原則において、必要とするすべての人は、基本的精神保険ケアへにアクセスする権利を持つ、自己決定権。 あらゆる介入は事前に患者からの同意を求めるべきであるとの指針を示している。さらに風は患者への処置や拘束が長期間にわたる場合には、機械的に定期レビューが実施される制度が存在していなければならないとの方針をも示している。どのような疾患であっても患者教育は重要である。患者には疾患予防のためのリスクファクターを教育し、 健康的なライフスタイルを推奨すべきである。精神回数と自殺率は性の相関関係を示しており、より良い精神保険の事業を行っている国は、より高い自殺率を経験している。すべての精神疾患ケアの基本として、風ガイドラインでは以下が挙げられている。種類を控える心理教育及びセルフケア不足感語理論も参照身体的な健康を保つため、 医療者は以下の情報を患者教育すべきである。コミュニティ活動祭りイベントへの参加ストレスを軽減し、社会的サポートを強化する方法を教育する。以下の治療法が挙げられている。詳細は、心理療法を参照心理社会的治療施設、編集ハーフウェイハウス、治療共同体、社会復帰病棟など、SST などの心理社会的療法を行いながら、 生活する施設が存在する。デイケアとして、通院治療も存在する。ダルク及び、ワンネスグループも、参照詳細は、精神科の薬を、参照、精神保険の歴史も、参照1935年、ポルトガルの神経科医、エガスモニスが、リスボンのサンタマルタ病院で、外科医のペドロアルメーダリマと組んで、初めて人において前頭用切れ歳術を行った。 日本でも多く行われその医師が脚光を浴びるという状況まで生じたが人権的に大問題であったことは今日では異論の余地がなくその再検証が求められている一部の医師は転換患者が統合失調症になることはほとんどないとの経験則を引き合いに出しているしたがって精神科の治療としてどれだけ正当性があるものなのか今日でも議論が必要である 1933年にマンフレートザーケル提唱したインスリンショック療法1938年開発のウーゴ・チェルレッティトルシオビニによる電気系連療法など、鎮静薬歴史及び精神薬理学も参照精神医療分野においての薬物療法は日本の浄土新州系人員では漢方薬を用いていた。1930年代は治療に アンフェタミンが使われていたが、フランス海軍外科医、生科学者のアンディ・ラボリの薬理作用に関する初めての論文をもとに、1952年、フランスのパリ大学医学部、サンタンヌ病院の精神科医、ジャンドレート・ピエール・ドニカーが1950年、フランスの製薬会社ローヌ・プーラン社が開発した、フェノチア人形抗ヒスタミン剤、クロルプロマジンの統合失調症に対する、 治療効果を初めて正しく評価し、精神病に対する精神科薬物療法の時代が幕を開けた。これを通称科学的ロボトミーと言っている。1957年、ベルギーの薬理学者パウル・ヤンセンがクロルプロマジンより優れたハロペギドールを開発。同年、スイスの精神科医、ローラント・クーンによってイミプラミンが精神不活作用を有することが見出され、 うつ病の薬物療法への道が開かれた。1984年、否定型抗精神病薬のリスペリドンが開発され、ハロペリドールから転換する。しかしこの転換には財団法人全国精神、障害者家族会連合会が、社団法人日本精神神経学会に働きかけ、1993年精神分裂病から、統合失調症や変更への動きなどの、 環境変化が起きた頃から不適切な診断や処方が出始めたとの意見がある。精神科医のローレンボーシャーは1998年に精神医学は製薬会社に買収された状態であると告発している。強統合失調症の治療において薬物治療が中心的であり重要であることには異論の余地はない。その結果長期の入院の必要性も著しく低下した。 しかし、2007年、日本では、中枢神経刺激薬、メチルフェニデートの不適切処方が表面化。この成分を含む薬剤に対して、医師や薬局の登録性による流通規制が加わることになった。薬物療法によって、クオリティオブライフを向上させるところか低下させる問題が出てきた。2011年には、欧州精神薬理学会によって、新しい治療法が、 危機に瀕しているとの見解が示され、2014年に国際神経精神薬理学会が薬の多くは根本的治療にはほど遠く、効果と副作用に問題があるため、各国政府に対して革新的な創薬ができるように呼びかけた。ありがとうございます。